春日大社注文、五郎春日神木とは、奈良春日大社において、榊の枝に、春日明神のご神体である神経をつけて、締めをかけて、神木としたもの。豪祖の際の神儀として掲げられることも多かった。春日大社は、藤原氏の氏家代として知られ、明治維新以前は隣接する同士の氏寺である、幸福寺と一体の存在であった。 幸福寺の首都が合走を行う際には、春スガ神木を動かして、G 行動を取ることが知られており、これを神木道座と称し、中世を通じて、しばしば行われた。幸福寺全体の利害に関わる問題が生じた場合、全僧侶を招集して、万山集会を開催する。集会では、大衆戦議を開けから、朝廷などに対する要求を決定した。要求が受け入れられなかった場合には、 使徒たちは、春日大社の社史に要請して、大古その本殿及び大宮四所にそれぞれ安置されている心境を取り出して、神木を扱いさせ、これを、大古そ本殿脇の渡る殿へ移す、仙座の儀を行って後部に、豪祖の予告を行う。この時点で要求が認められれば、神木につけられた心境は本殿に還了して、終了となるが、それがない場合には神木を、 幸福寺近道に移し、石上神宮、吉野がってみよう人領舎に、御輿の派遣を要請、さらに場合によっては東大寺などのなんと七大寺にも、支援を要請する。また、首都以外にも、幸福寺寮の召喚が、農民多党を動員して、人数を揃えたと考えられている。準備が整うと、幸福寺総合を前面に出し、カスガ大社者し、新人に新木を放置させて、 首都、新人がホラガイの音と共に大号を組んで、京都に向かって心発する。奈良坂、傷などを経由して、途中一旦、宇治の平等院に入り、交渉を行って、様子を見るが、ここにおいても要求が受け入れられない場合には、京都に、新睦ごと受落することになる。通常は、漢学院に新木を安置するのが慣例であるが、場合によっては、御所の前に新木をかざして、 朝廷を威圧した。なおも、要求が認められない場合には、親睦を京都に、安置したままシャジラが奈良に引き上げることで、心理的圧迫を加えた。春スガ親睦の動座が行われた場合、特に受落中は、藤原氏の苦行、官人は禁慎老居となり、これに従わないもの豪素を非難、無視するものは、奉仕処分とされた。当時は、藤原氏の苦行、官人が、 朝廷の下半を占めていたから、新牧の呪略中は、朝廷は、廃聴状態となり国政は麻痺した。また、ケビン氏や武家も、宇治などに兵を固めて、呪略を阻止する姿勢を見せたが、実際に、首都、大衆に武器を向ければ、今度はその武家を、死罪、流罪などの重罪に処するように求める豪訴を引き起こす、ことになるため、最終的には、幸福寺側からのどのような、 無理な要求でもまかり通ったのである。これを皮肉を込めて、山品通りと呼ばれた。なお、神木が奈良に戻る、神木木座の際には、藤原氏の苦行、天上人が落外あるいは奈良まで区分して、春日大社に祈り者することとされていた。また、方兵士が春日大社及び京都における分社である、大原の神社、吉田神社の両者に派遣された。 神木受落豪祖の最初は長年に発生した東大寺との構想の際に同年7月15日に神木を持って受落したのが最初とされているが漢字7年の豪祖を最初とする遺説もある。さらに神木銅座の木という書物によれば観光3年に山と守る源、より地下の国主会人などを求めて小畑山大山で進んだ神木銅座が 最古の例とされている。この時の豪祖については、藤原道長の未堂関白期、同年7月12日上にある、寺侍奉師等、ただ今来猿運、大衆三条小畑さんを大谷運所、二千元三着運々という記述が対応すると考えられている。陰世期から鎌倉時代にかけて盛んに行われた。ところが、 南北朝時代の攻略元年8月14日に行われた新北受落は異常な展開を見せた。朝廷側の交渉前面に登場したのは、県大納言でもあった室町幕府将軍、足利義満であり、新幕府派の二条、吉本の要望もあって一旦は12月に交渉は成立した。ところが、年が明けて、五光言上皇の七回帰をめぐって、幸福寺側が、 キザの約束を破棄すると、吉光は積極的に朝廷に参与して、自らが主導する態度を見せ始めた。幸福寺川は、現氏であって、藤原氏ではない吉光を放出することができず、吉光の下で朝廷が運営される状況を見せられた、挙句、攻略2年12月15日に、実質上の全面敗北のままキザに追い込まれてしまった。この件が、幸福寺、 春日大社側の打撃となり、以後の神木道座は平等院までに止められた。それも、戦国時代に入ると、神木道座を行うこと自体が困難となり、分岐元年を最後に姿を消すに至った。なお、これとは別に幸福寺や春日大社の領内で他社による、侵奪や年貢の密信、横領が発生すると、大江を来た春日大社の新人が、現地に派遣され、 春日大社の榊に死でをかけた簡易な仕立ての神木を問題の田畑の中央部に建てた。これを締めを立つ、神木を振ると呼んだ。これによってその殿幕及び作物は、新人以外は手に触れてはならない、神聖不可侵な場所、ものとなり、これを犯す者は、神木藩への罪で清し払いようを徴収し、納税や返還の実行あるいは制約が行われ神木が、 撤去される際にも、締めの本と呼ばれる一種の手数料を徴収するなど、相手側に、金銭的な制裁を課した。小川武雄、二条、吉本研究 P87 から90、奈良県市、第六管寺院によれば、あんな元年から攻略元年までの間に、新木銅座が73回、内新木受落が20回という数字を出している。ありがとうございます。